オーナー様が、はい、最初にアメリカ不動産、はい、購入されたきっかけを教えてください。あ、わかりました。弊社がですね2拠点ありまして、あの関東営業所と本社が香川県の方にあるんですけど、僕は普段ですね関東営業所の神奈川県の方にいるんですが、あの本社の方にですね、あの取引している伊予銀行さんの方が、あのいらしてですね、あのオープンハウスさん の、 あの営業の方と一緒にいらしたらしいんですね、あの父親の方にですね。で父親がそのアメリカ不動産の話を聞いてですね、あのなんかアメリカで別荘を買うぞっていうのが話がありまして、はい、でまあ、どういうことと電話でまあ話したんですけど、まあ、詳しくはまあ資料をもらったからちょっと見てみてやっていうことで、で、まあ、資料もなんかファックスとかで送られてきたと思うんですけど、ファックスでちょっと見て、で担当の方のお名前もちょっと教えていただいて電話して、で、まあ、資料を見せていただいたっていう、まあ、そういう経緯ですね。まずそのそれと出会ったっていうのは、はい、その時どんな印象もしました？はい、印象ですか。なんか不動産投資って怪しい印象は正直あったんですけど、もともと日本の不動産投資とかも、まあ、営業の話もですね、まあ、聞いたことあったんで、まあ、どういうもんかなと、まあ、なんか海外はまたちょっと話は違うのかなと思って、まあ、ちょっと興味本位で営業の方と、まあ、話してですね、ズームでちょっといろいろお話ししていただきまして、なんか面白そうだなと、まあ、そういう印象で最初は怪しかったんですけど、話聞いてなんか面白そうだなって変わりましたね。今日、まあ、一応話だけは聞いてみようかなと思って、はいはい、オープンハウス説明聞かれたわけですよね。はい、どんなところがいいと思いました？はい、そうですね、まずアメリカン不動産の、まあ、いいところですかね。ちょっとマスコの話しますと、アメリカン不動産ってまずアメリカって先進国なのに、まあ、僕はちょっと知らなかったんですけど、まあ、人口が増えていってると。で、日本ってまあここから人口が減っていくフェーズに入っていってるんですけど、まあ、今 GDP 世界一の経済大国のアメリカが、まあ、人口も増えていっているとか、これはまあ手堅いですよと。で、まあ、日本よりも収入も、まあ、平均収入も高くてですね、で特にご紹介していただいたそのジョージア州のエリアの方がまたその平均年収よりもさらに高いところで、まあ、なんか日本の不動産投資のイメージとその、まあ、そのアメリカ不動産投資とまたちょっと違ってたんですね。はい、でだんだんなんかまあ気になるところとかも、まあ、ワンストップで、まあ、オープンハウスさんもいろいろ保証してくれる、まあ、何かあった時とかも全部サポートしてくれるっていう話も、まあ、聞きましたんで、まあ、大丈夫そうだなと思って、だんだん、まあ、気になるところとかもいろいろ相談してですね、まあ、きっと全部、まあ、的確に答えてくれるんで、まあ、大丈夫だなと思って、怪しさがだんだんなくなってきましたね。オープンハウスのことはご存知でした？皆さん、まあ、CM とかでは知ってたんですけど、あんまりは知らなかったですね。印象は変わりましたか？そうですね、印象はそうですね、 CM とかの印象は、まあ、まあ、良くも悪くも特にまあ印象はなかったんですけど、まあ、人気タレント使っている企業さんのイメージだったんですけど、まあ、話聞くとしっかり説明もしてくださいますし、あとどんな会社なんだろうと思ってちょっと調べてみたら、まあ、業績の方も右肩上がりで株価もどんどん上がってるっていうのは、すごい信頼のおける会社さん企業さんだっていうのが、まあ、分かりまして、まあ、この会社だったらこう詐欺とかはないだろうと思ったんですね。はい、でやっぱりなんか専門性がしっかり持たれているっていう、投資の知識をしっかり持たれている方が営業に来られてたんで、なんかまあ大丈夫そうだなっていう感じにつながってきましたね。不動産をこう見ないで買うっていうのは、はい、なかなか考えづらいですよね。そうですね、それはそうですね、それはちょっと不安はありましたね。写真だけしか情報がないっていうのは、なんで結構いろいろ聞きましたね。なんかこうなった時にどうなりますか、どうなりますかっていうの、それも全部もう話もしていただきましたね。はい、どんなこと聞きました？まあ、特になんかトラブルがあった時とか、物件で例えばなんか修繕費とかどうなるんですかとか、あとはジョージア州ってどんな州なんですかって聞いたら、まあダウ工業平均のダウの方に入っているコカ・コーラが本社があるとか、あとはなんかこういう大学もあって、まあ、GDP もかなりいいんですよっていう情報もいただいたりとかして、住んでる人の情報とか州の生産性とかも聞いて、
で、そうですね、あのウッドストックっていうエリアもなんか大丈夫だなっていうのも話も伺ったんで、はい、あの細かいことを、はい、質問されても、はい、ちゃんと的確に答えてくれましたか？全部そうですね、はい、あの聞いたことを的確に答えてくれるっていうのはやっぱ一番信頼できましたかね。あのもし分からない人って別のことで結構答えられる方もいると思うんですけど、聞いたことがちゃんとストレートにしかも短く返ってくるっていうのは良かったですかね、はい。実際に購入されて、はい、約1年、はい、いかがですか？そうですね、あのもう契約とか自体もすごいスムーズだったんで、特に自分が何やってるっていう感じもないんですけど、最初登記登録するときですね、あのアメリカの方でその弊社の登記するしたんですけど、それもあのユニビスさん の税務の方の会社を紹介していただいて、もう全然英語も使わなくても もちろんいいですし、そこでまあちょろちょろメールでやり取りしてですね、でちょっとよくわからないことあったらもう LINE で担当の人とまあつながってますんで、 LINE で質問して、もうレスも早いですし、特にストレスもなく1年、あの物件のトラブルもなかったですし、じゃあ気づいたらなんかキャピタルゲイン200万ぐらいなんか今増えてるらしくて、はい、なんかまあ、なんか言った通りやって、とか言ってる以上だなと思ったんですね、はい。あの減価償却が4年でできるっていうのがすごいいいなと思ってて、で、まあ、大体1年で1000万ぐらいあの損金算入できるっていうことが魅力だと思ったんですけど、多少まあ物件の価格下がってもいいやと思ったんですけど、あの減価償却もしっかりできて、まあ、キャピタルゲインも出るっていうのがすごい思ったより良かったなと思いましたね、1年ぐらいで。家賃収入もありますね。家賃収入もそうですね、はい、家賃収入も安定してますか？安定してですね、はい。で、まあ、最近ですね、またそのキャピタルゲインも出てたっていうこともあったんで、まあ、オーナーの父がですね、あの即決で2棟目も買ったらしくて、でそれもですね、契約が先月1月だったんですけども、なんか最近また100ドル、だいたい1万ちょいぐらいですね、値上がりしたみたいで、その家賃収入もなんか良くなって、実質利回りの方もちょっと上がりましたよっていうのも LINE でご連絡いただいて、はい、あなんかアメリカいいなって思いましたね、はい、いいことずくめですね。いいことずくめですね、今のところですけど、はい。あの LINE でやり取りというのがいいですね。 LINE です、そうですね、 LINE がいいですね。なんか電話だとなんか入れ違いになると結構ストレスとかもあると思うんですけど、 LINE でフランクに返ってくるっていうのはすごいストレスなく嬉しい、ありがたいですね、うん。出口についてはどうお考えですか？出口はですね、大体まあ4年で償却できるんで、で償却しきったらですね、それを売ってですね、それの、まあ、得たもので、あのリターンって言うんですかね、あの売却益で、新しいものを買おうかなと、まあ、僕が決めるわけじゃないんですけども、いいんじゃないかなと思ってます。でですね、3月に決めたんですけど、実際物件持ったのが5月なんですよ、去年ので、弊社が4月決算なんで、やっと今年ですね、あの減価償却 の使えるんで、それがあの先月買うって決めたやつと2棟償却できるんで、そこでやっと父が買ってよかったなと思うんじゃないかなと思います。これからですね。これからですね、はい、はい。オーナー様のお住まいの方もオープンハウスだそうで、はい、あ、そうですね、その担当の方とのやり取りがすごい、もうあの信頼できる方だったんで、あの LINE でもさっき話したように気軽にコミュニケーション取れますし、なんか運用の知識もしっかりお持ちだったんで、まあ、そういうご縁で、あの運用っていう観点で自分の住宅もちょっと買ってみようかなってちょっと思ったんです、ね。で気軽にあの買うかどうかわからないんですけど、ちょっと話相談させてもらえませんかって言ってですね、じゃあその住宅部門の方紹介してもらって、で、あ、いいの紹介してもらってですね、買いました。戸建てって1回買うともう一生もんっていう、まあ、イメージもあったんですけど、5年後に僕売却したいんですよって相談したんですよ。
で、まあ、僕買ったのが海老名市だったんですけど、海老名駅周辺が再開発が今進んでて、まあ、コロナ禍でその小田急沿線の方が、まあ、その物件価格がいろいろ伸びてると、で不動産自体もまあ値上がりしてるっていうことで、そういう運用の観点でもいろいろちょっと教えていただいたんで、じゃあもう5年買うっていう、あの、まあ、今までその家賃をこう払ってた、あの払ってたんですけども、あの、まあ、5年後、まあ、海老名で、まあ、もし、まあ、地震とかまあ大きな何かきっかけがあったらもしかしたら下がるかもしれないですけど、うまくいったらまあその上がっていくようなエリアだと思うんで、もうマイナスにはならないだろうと。じゃあもう今買っといて、じゃあもう5年後とかにですね、仮にまた欲しい、まあ、あったら同じような感じですかね、アメリカ不動産みたいに売って、その今までこう払ってきた分とかもそっちの方に回せるんじゃないかなっていうのも考えもできましたね。あ、それは新しいですね、はい、そうですね、はい、うん、なんか運用知識がやっぱりしっかりお持ちだったっていうのが話につながりましたね、はい、でやっぱ住んでみてやっぱ賃貸全然良かったですし、むしろなんか月々払ってる額も、まあ、35年ローなんですけど、そこまで負担になってないんで、うん、まあ、むしろ毎月家賃払っていくよりも、まあ、前僕払ってたやつより安いんですよ今、家賃毎月の返済が、はい、で前より全然広くて、で毎月の出ていくお金も、あの少ないですし、まあ、出ていってももし売却したら帰ってきますし、はい、そうですよね、そうですね、うん、なんか軽くていいですね、はい、カジュアルでいいですね、カジュアルに変えましたね、はい、はい